大和田城は大阪市西淀川区大和田4丁目から5丁目付近にあった日本の城である。正確な位置や城郭、追記や廃城などの歴史については不明な点が多い。もともと戦国時代に取り出があった場所に石山合戦の時に織田信長の命に本格的な城郭として追記かれたのではないかと考えられている。大和田城の正確な築城地域は よくわかっていないが、天文日記によると、天文5年に中島5箇所の州が少女に対して、謝面願いを出したことが記載されている。少女と細川春元との間には、前年の天文4年に講和が成立していたが、天文5年に講和中であるにもかかわらず、摂津にいた細川軍を攻め敗走させてしまった。少女は、この件を黙認したが、春元の武将、 木沢長政は激怒し、中島に攻め込み800名が戦死した。大和田上皇によると、この時に、大和田にも取り出があったのでしょうと解説している。荒木村重にきえず、伊丹市立博物館像をさらに取り出として、明確に記載されているのが、天正三年の石山合戦の時で、石山本願寺の市場として、大和田に取り出を築き、荒木村重軍が駐屯していた。 神崎や渡辺へ攻め込み一旦敗走させたが、逆に荒木軍は、本願人軍を十三の私におびき出して、これを破り、大和田や天馬の取り出を落としていった。翌天正四年、織田信長は村重に命じ、天笠城、花熊城、野瀬城、三田城、忠城、茨城城,城、高槻城、有岡城、そして大和田城の改修や築城をさせ、 石山本願寺の建成の城とした。この時上司となったのが、村重の家臣、安倍衛門であった。この時の様子を、陰徳大平記によると、とあり、まずは石山本願寺が築き、落城後、小田方が再興したことが伺い知れる記載となっている。天正六年に、村重が信長への無本に及ぶと、安倍衛門は、柴山源内と談合し、小田軍に着くこととした。 しかし、安倍に衛門の父と祖父が荒木軍につき、信長後期によると天守に立てこもったとの記載がある。これにより大和田城には天守があったと考えられている。に衛門は一計を案じ信長の了承の下で、自分も荒木軍につくと父と祖父を安心させ、その後拘束し安土城へ送ったとされている。大和田城はその後本来の目的である、 毛利水軍と石山本願寺軍の補給路を断つ重要な拠点となり、翌天正7年に大和田城の工場戦が繰り広げられたが、この年大地震が起こり工場軍は壊滅し、逃走した。大阪冬の人夫人津大和田城の廃城の時期は明確ではないが、慶長19年の大阪冬の陣で徳川軍の池田とした課題が大和田周辺を日攻めしたが、 安倍に衛門が農民を集め反撃し消火活動を行った。池田と下方体を破ったに衛門隊であったが、その後救援に駆けつけた池田忠次隊に攻められ敗退した。翌慶長20年の大阪夏の陣でも、大和田周辺は池田と下方体に攻め込まれ敗退したようである。大和田上皇によると、推測ですが、この大阪の陣まで、 大和田城はあったのではないでしょうかとしている。また、大和田城の石碑が大阪市立大和田小学校の校庭に設置されている。この石碑は現在地より400メートル西北西に立っていたが、市営住宅建設のため現在の地に移設された。この石碑の裏には、と記載されている。恩地天州とは当時の大和田小学校の校長であった。この碑についても、 大和田条項によると、出典は不明ですが、これは誤りではないかと思われますとしている。大和田城推定地、国土交通省国土画像情報をもとに作成痛み、荒木軍機、痛み市立博物館像大和田城の場所については、都市化が進んでいこうはなく、現在特定できていない。ただ、西成郡市によると大和田で、柿内と呼ばれた地域であろうと記載されている。 大阪市の解説でも城石は城園内と呼ばれた地とされ、現在の大和田五丁目の全域と一部四丁目を含む地域である。城園内の北西地域には少し高い場所があり、移設前の石碑があった周辺では城の町と呼ばれており、この周辺が城の中心ではなかったかと考えられている。大和田の地は京都と西国を結ぶ交通上の要衝であり、 石山本願寺軍や毛利水軍に備える、軍事上の重要な箇所となっていた。なお、大阪府の大阪府の行政地図情報システムによる、埋蔵文化財放送地範囲の表示では、大和田五丁目の住吉神社と大和田北公園付近を、大和田城石伝承地として設定している。ありがとうございます。